毒紅竹は、紅竹壁煮竹属、毒紅竹節のキノコ。夏から秋に、様々な森林下に発生する、金ンンキン。傘は赤からピンク色。雨などによって、色が落ち、白くなっていることもある。傘の表面が、非常になっていて、容易に剥くことができる。ヒダは白色。肉は白色でとても辛く無臭。硫酸鉄水溶液と反応し、 ピンク色に変色する。柄は白色。有毒。毒成分はムスカリン類、溶血性タンパク。本種は類似種が多いので同定が難しい。毒キノコの識別法の誤った俗説として縦に裂ければよい。派手な色のものは有毒などとするものが生じた背景には毒ベニタケの存在が大きかったと言われている。これは毒ベニタケが、小実体が、 球状細胞から構成されていて、サこうとするとボロボロ崩れてしまうベニタケ科のキノコであること、また赤やピンクといった目立つ色をしていること、さらにいかにも、毒キノコ前とした刺激に富んだ味に禁する。実際には、毒キノコの大半は、ベニタケ科以外のトガに属しているので容易に縦に裂け、ベニ狗ングだけなどを除くと地味な色のものが普通であり、味もむしろ微妙なものがしばしばある。 毒成分は、ムスカリン類、溶血性タンパク。古い文献などでは、腐食として記載されているものがあるため注意。味は、辛味があり、食感はボソボソとしている。スペインでは辛い味付けの料理に利用されている。外観が非常にそっくりな食用キノコに、破れ紅竹などが存在するため、安易に食べてはならない。ありがとうございます。